赤とは172パット大竹氏。286番号ジャイ
ントゥーラル185パット、タイガー直之。120パット、カルバリアット。アルコーナー193パット、アーパーケーハーブ。190パット、日高イクト。Come on! Come 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 on! Come
Come! Help! Give up!
インディペンデントワールドジュニアヘビー級選手権試合、プロレスルール60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者187パウンド順次ダッコー、青コーナー第5代チャンピオン185パウンド臼田勝美。Yeah, sir.
Yeah.
動いて動いて。ストップ。
足の状況についてお伺いしたいんですけど、ね、どういう状態？爆弾ですね。もういつ本当にぶっかれてしまうか。今現段階で内側靭帯、十字靭帯、半月板損傷っていうふうに言われたんで、これはもうね、普段の生活にもまあ足のね角度、何気ない角度でガクンとこう外れそうになって激痛が走るとかね、そういうのありますね。Thank you.
ふざなだなショート This. Okay, good.
後悔したくなかったら一生ついてきてね。一生
ですよ。ああ、なさいです。誰か関係ないですんだな。俺は極限の戦いするだけだ。早く治してまいたいっていうね気持ちもあるけど、打ち負けない限りね、俺はサンドバッグになってでもやるよ。you
Ugh.
走吧，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 走
Buckling, buckling. Ah!
てんな。
時間5分経過、5ミリパースト。OK が。やろう。Hey!
Thank you.
者藤原義明。
帝王対内田勝美、これは鈴木さん、はい、例のそうですね、1年前の J カップの、はい、トーナメント1回戦で当たった2人が、あの時はどちらだと、あの時は帝王選手が、トルネードクラッチという、はいはい、これまた古風な技で、芸術的な技で、あの仕事師同士の対戦ですよね、これはね、はいはい、さあ、これは場外で、ああ場外のフェンスで、はい、まあ、あの4文字型の変形のような足をこう痛める感じですね、はい、挟み締めてるんで、ああ、はい、この辺がね、はい、クレバーというか、さあそしてこれが例の毎日技の名前が変わる、ああこれをこの彼の膝蹴りで、さあ内田が雪辱を果たすか、しかし帝王を逃れる、しかしそこを逆十字、薄田克美得意のサブミッション地獄に引きずり込む、さあ試合は展開してハイキック、薄田、ああもろ入りましたね、鈴木さん、うん、打撃の技って手を制しないですけどね、はい、は大の字じゃないですか、大丈夫ですかね、カウントは6まで進んでいます、そしてさあ場面は変わって4の字型、これは帝王選手がかけている、はい、さあロープに流れようとする薄田選手、これはロープレイク、さあ必死の表情、薄田克美、これ薄田としてはやっぱりね、はい、1年前の屈辱を忘れていないでしょうから、あのインディペンデントジュニアヘビー級チャンピオンですからね、その時点でね、はい、ジュニアチャンピオン同士の戦いですね、なるほど、この時点で当選者は大日本ジュニアのチャンピオンで、シーズンジュニアのチャンピオンになりますからね、はい、この技も何か、まあ、見たことがないというか、はい、アームバーの、ああ、これでギブアップ、ロイヤルロック、ロイヤルロック、僕も初めて見ましたね、あのビル・ロビンソンが使ったらしいですね。さあこれが前回のスキャンダラスな、はい、まあ、消化不良でね、そうですね、村上選手 の、はい、のまあ、あのリマッチ、はい、意味合いがあるタッグマッチ、はい、その騒ぎの張本人村上和成がやはり特別賞の田中将人についでコールを受けました、モハメドヨネ、これ石川社長は前回アメリカに行ったんですね、はい、その場になかったんですね、はいはい、で俺のいない場にとんでもないことやりがわってきてんで、はい、あの俺が村上とやってやるってことで、なるほど、タッグマッチになったわけですけども、この日はなんですよね、そのカルマレンコ選手が最初入ったんですけども、はい、体調不良で出れなくて、うん、X になってて見てみたらって感じです、まあ、これがバトラーズ初参戦ですね、はいはい、曲のカードという大変豪華な、いやこれはもう僕らもびっくりしました ね、 ね、村上田中将人君なんて本当3日前まで思いもつかないような、はい、考えもつかない、はい、当日になっても考えつかなかったですからね、なるほど、しかしあの石川社長のコメントが面白かったのは、はい、あのみんな厳粛だと思うと、そうですね、出てるじゃないですか、はいはい、できないですからね、なるほどね、もともとはあの、はい、あの西吉野さんがやってた頃はまあ空手だったと思うんですけども、ね、はい、やっぱりその時代の流れで将棋が来てるのではないかと思ってんで、うん、みんなやってる高瀬選手とか、はいはいはい、やってると思うんですけども、ね、なるほど、うん、まあしかしその和術研修会という名前のイメージからこんな洗練されたね、はい、あ、まあ、ある意味そのプロ格選手が出てくるというのはまた面白い時代ですね、はい、怖いですね、村上選手は街で会いたくないですね、そうですね、一応知り合いだから今で全然いいですけど、知り合いじゃないまま街で会ったらやっぱ嫌ですよね、はい、はいはい、まあ、あのこういったスキンヘッドにしてからまたさらにするんだ増してきた、ああいう目をしてる人って今いないですからね、はい、はい、あの先ほどの試合で、まあ、あの01勢とバトラーズ勢がですね、はい、まあ、あのちょっと喧嘩待ちのような様子を呈しましたけど、はい、むしろ今その主流にいるのはこの村上選手ですね、はい、その何をしでかすかわからないということに関しては、はい、同じ優子の小川直也よりも、はいはいはい、この村上和成の方が ね、それこそ本当いつどこで何をやらかしてくるかわからないっていうのがあるじゃないですか、あの
誰とやってもそれなりの因縁を作っちゃいますよね、はい、この人はね、はい、腕の取り合いだ。メルですが、うわあ、そこにパンチをぶち込むか。ああ、これこの相手の腕をこう首の上に巻き込んだというように回してパンチやるのって、はい、クソングレイシーが船木選手の試合でも見せましたので、ね、ああ、なるほど、あれをやるとこうカバーできないという顔面を、はいはいはい、できないというのでだらきになっちゃうんですよね。なんか自分の手で自分の首が絞まるのが嫌ですよね、それもね。自分で自分の首を絞めて、自分で引いたら出てくるような、はい、そういうのです。今のパンチもどうに、うん、そうですね、この辺りもう島田さんじゃないかさばけないかもしれないですね。あのストップかけないと、はい、さあリングサイドにモンドリを打つモハメド・ヨネですが、これは頑張ってもらいたいところです。ヨネ選手もはい、テレビに出てたじゃないですか、大食いのやつ。ああ、出ましたね、はい、あれでもどこ行ってももう有名ですね。あ、そうですか。で、はい、大食いの人、大食いの人って言われるんですね。ヨネとかよりも大食いの人って言われる。やっぱり大食いの人って言われちゃうんですよね。秋に、去年の秋に沖縄行っても、ね、はい、一番人気だったみたいです。大食いの人、大食いの人、やっぱ地上波の力ってすごいですね。ただ今、はい、肉体改造してるんで、ちょっと絞って、一回絞ってまたこう大きくやるのがあるんで、はい、あ、危ない。それもなんか技にならない技というか、胸板から顎のあたりにキックを入れていきましたが、ここでさあ腕を取る石川祐希、井上深い村上カズナビを攻め込んでいきます。今度は逆の手を、コーラン前、さすが、あ、素晴らしい素晴らしい、この辺りの石川選手の攻防。もうあれですね、藤原組長あるいはカルゴッチ、はい、直伝という感じですよね。石川選手、逃げる相手の動きに乗じて、はい、次々とそのサブミッションを決めていくのが、すごい昔からうまかったんで、はい、まあ、相手がこっちに逃げて、はい、なるほど。あ、しかし村上も、はい、はい、うん、僕は石川選手のですね、発言で、はい、今でも興味深いのはですね、やっぱりちょっとバタバタの道具に仕事から見られます、はいはい、一緒にラーメンを食べてたんですけど、その時にどうもナイフを持つ青年少年が多くて社会問題になってまして、うん、で山本さん、バトラーズの試合を見てもらえば、うん、子供たちはナイフなんか持たないですよって感じですね。要するに暴力とは何か、それから暴力を伝わせたコースは何かっていうのを我々は試合で表現する自信があるっていうの、そこのあたり非常にこの人の意気込みといいますかですね、人を感動させたいんだという気持ちが伝わるので、非常に感動的な、はい、言葉を聞いたなと思いますね。人の、運命を変えちゃうぐらい、はいはい、影響を与えるような人間になりたいという石川選手の、ね、夢なので、志が高いというね、まあ、石川選手本人がそのアントニオ猪木を見て人生変えられましたからね、はい、自分もそういう風になりたいというのがあるんですよね。バトラーズは世界を見ないとダメですよ。世界を見ないと勝ちにするのがいいですよ。なるほどね。対象は世界ですよ。そうですね。さあ、田中将人のガッツもここで光ってまいりました。弾丸ラリアート。おお。エンジン切りをかわして、スリーパー。この辺りのベーシックな攻防も手に汗握ります。お互いに引きません。ラリアートをキックで迎撃、さらにニールキック、村上選手との、はい、攻防との対比があって非常に面白いですね。そうですね、4人全員の個性が出てますね。うわ、シャープに決まる田中将人のスピア。さあ、4人頑張れ。
ジャーマン投げ切りました。しかしまだまだ余力を残す両選手。これは肩始めなんですかね。肩始め、はい、弾みしていくわけですね。あ、弾みして、はい、あ、決まりました。渾身の肩始めで、まだ向こうじゃない、田中が米を破ったが、しかしまだ試合そっち向けで、そうですね、これマイクです。いつでも応援してるよ。もう駒沢だ、毎年毎年毎回お前でもいいぜ。いいか、どっちが勝った負けたかねえんだ、どっちが値を上げるまでだ。